夢メッセ宮城本館展示場と西立宮城産業交流センターとは仙台市の仙台港にある宮城県が設置したコンベンションセンター。愛称は夢メッセ宮城で夢メッセ宮城とも表記され夢メッセと略されることもある。宮城県が仙台港港湾利用高度化施設の一つとして87。 未来の東北博覧会7月18日から9月28日の跡地に建設し、1995年10月、完成した。その後、夢メッセを中心に、同じ地区で、第8回ジャパンエキスポ、国際夢交流博覧会7月19日から9月30日も開催されている。敷地内の建造物は、面積7500平方メートルの展示棟、及び、 最大504名収容の大ホールを備えた会議棟である。会議棟には3分割が可能な会議室とレストランもある。他に5000平方メートルの屋外展示場があり、展示棟と合わせて東北地方最大の規模を誇る。一般的な見本市や会議の会場としての利用の他に収容能力が高いため、 ばきロックフェストなどの音楽イベントやプロレス興行が行われたことがある。また、各年開催の仙台モーターショーの会場ともなる、2014年7月1日より隣接する仙台港国際ビジネスサポートセンターを西建てとしてリニューアルオープン。当施設の完成当時宮城県知事だった浅野市郎11月21日から2005年11月20日は、 自身の政治団体やエッセイ、出演番組に夢と名付けており、夢は浅野の記号であった。浅野はさらに宮城の福祉、夢プランや宮城夢大使など宮城県の政策にも夢と名付けるようになり、それは宮城県の施設にも及ぶようになった。このような浅野の意向に従う形で宮城産業交流センターの愛称は夢とメッセを組み合わせた夢。 せと決まった。しかし、1994年から、新大阪線イシティが、夢、瀬の愛称を用いていており、商標登録もされていたため、宮城産業交流センターの愛称として、夢、瀬を用いることはできず、夢メ,メッセに変更となった。2011年3月11日、東北地方太平洋沖地震発生当時はご当地、B 級グルメイベント、 グルメコロシアムが開催されていたが、1日目、終了前に大津波が襲い、使用不能となった。その後のイベントはすべて中止となっている。その後、改修工事を行い翌年2012年7月の東北自動車フェスタをプレイベントとして開催し、8月1日から施設の使用を再開した。隣接地には仙台湖国際ビジネスサポートセンターがあり、夢メッセともに、 日本史や会議施設として共に用いられることもある。ありがとうございます。